毎週日曜日夜7時からお送りしてますこの番組ですが、はい、はい、今週も楽しくやっていきたいと思います。イエーイ。ではまいまい、メールアドレスをよろしくお願いします。はい、メールアドレスは hime@rnb.co.jp です。メール待ってます。待ってます。はい、ということでメンバー自己紹介していきたいと思います。まず今週 MC やらせていただきます、谷尾さくらこです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、右だけ英語の16歳ほのたんこと幸のほのかです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、姫キュンの親指姫、まいまいこと岡本まいです。よろしくお願いします。イエーイ。私はね、はい、結構久しぶりなんやけど、みんなは結構毎週出てる？前の時は出てなかったけど ね、ちょっと前ですよね。ちょっと前に。あ、そうね。まあ私は今日あの喋り尽くしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは先週のね、姫キュンについていろいろ話していきたいと思うんですけど、はい、ね、まいまい、先週は何があった？先週はですね、初詣バスツアーがありました。イエーイ。めっちゃ楽しかったよね。そう、やばかった。あれは本当にね、何が楽しかった？ほのか、ほのかは、やっぱり普段あんまりファンの方たちとおしゃべりできないんですけど、なんかこういう機会にたくさんしゃべるお話できたのですごい楽しかったですね。そう、普段はこう物販とかで握手しながらちょっとね、何秒かとかじゃん。そうそうだけど、うん、そうそう、ずっと一緒のバスに乗っていろんなとこ巡るけん、ずっとね、そう、なんか好きなように話せて、すごい、ね、楽しかったです。はい、あの旅行に関するメールもいっぱいいただいてるので読んでいきたいと思います。はい、じゃあ、はい、私から読みますね。はい、はい、ヒロさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。かくちゃん推しのヒロです。お、淡路島楽しかった、ツアーの一番の思い出を教えてくださいということで、ほい、マイマイは一番の思い出は、はい、一番の思い出はね、いっぱい、まあ、いっぱい全部思い出やけど分からんけど、バスの中も思い出やし、すごい楽しかったじゃん。ゲームとかしたんですけど、そう、プリクラをね、かけてるのね。そうそう、勝った人には姫級のプリクラをっていうので、うん、あとやっぱり一番は、今回の目的、コンピラさんで初詣をするっていう。すごいよね。そう、あれ階段登ったんで、700、785だや。ね、マイナス1だよね。悩むがいかんけん、ここがマイナス1なんですよって言われたことない？添乗員さんに言われた、言われた。なるほどって思いながら来たんやけどね。そうそう。じゃあほのかメールお願いします。ほのかですか？はい。あれあれあるかな。はい、姫キュンの皆さん、かっこ酒井さん、こんばんは。こんばんは。今日いないんです。そう、今日酒井さんいないんです。先日の、淡路島バスツアーお疲れ様でした。コンピラさんに一緒に登ったり、イングランドの丘で遊んだり、いろいろ楽しかったですが、やはりホテルでのイベントが盛り上がりましたね。さくちゃん、えみんなちゃん、まいちゃんのサプライズパフォーマンスは嬉しかったし、めちゃかっこよかったです。もちろん姫キュンのライブも素敵でしたよ。メンバーお部屋訪問までしていただき、幸せな2日間を過ごせました。ありがとうございます。また旅行があったら参加したいです。貯金するしかって書いてます。ラジオネーム、ラジオネームは、ケイタロスさんです。、はい、ありがとうございます。ねえ、前たちね、ちょっとパフォーマンスをさせていただいたんですよ。すごかったね。そうなんですよ ね、 ねえ、キュートさんも今回もね、あのファンの方たちにパフォーマンスしていただいて、その後にね、ねえ、やったね。なんかファンの方はあのおたげとか、あと何、カラオケ、カレー歌で歌ってもらったり、ねーねーをカレー歌で歌ってもらったり、あと松山墓場歌ってくださった方もいて、でそう盛り上がったんですけど、私たちもね、そう最後に頑張りました。サプライズで気
キュートさんのキスミ愛してるを歌って踊ったんですけど、どうもね、あれやばかったよね。もうなんかめっちゃ緊張して喉カラカラで、そう、なんかめっちゃ震えが止まらなかったです。しかも総合練習時間多分1時間ぐらいじゃない？だって集まったのが、まあ軽くね終わりとかね、まあちょっと間に合わせで申し訳なかったんですが、うん、楽しかったよね。楽しかった、楽しかったからよかったと思って、うん、そう、なんかイングランドの丘、うん、すごい楽しかった。イングランドの丘楽しかったね。なんか乗馬したり、そう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 、なんかね、アクア、アクアなんちゃら、うろ覚えなんですけど、でっかい、何なんていうの、海とかで遊ぶビーチボールみたいなやつの、そうそうそう、エアーのね、なんかね、そう、入れるバージョンみたいな、プールの上に浮かんでるんですけど、その中で、あの、何入って、立ってないんですよ。円形だから、くる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 なるんですよ。この楽しさは多分やってみないとわからないので、うん、みんなさん、あのイングランドの丘にぜひね、行ってみてください、ね、てさい。あれは本当楽しかった、ね、あれがね一番私は思い出かな。マジ？あの楽しさが。あれやばいね。あれやん、トマトとかイチゴの収穫がの体験みたいなんできて、うん、ね、美味しかった。両方甘かったね。丸かじりしてましたよ、うん、そうトマトは。そう、ね、あのうちらもイチゴ取って、ね、いっぱい食べました。食べました、美味しかったですよ。はい、はい、ではまたメール読んでいきたいと思います。はい、ラジオネーム、たぬき兄さんからです。姫級の皆さんこんばんは。こんばんは。14、15日に行われたツアー楽しかったみたいですね。僕は行けませんでしたが、みんなが楽しめたらそれでいいです。悔しくなんてありません。あ、行けなかったのね。残念。はい、今後も、いろんなライブ、生誕の嵐などイベント盛りだくさんですね。はい、生誕愛するエミナの生誕が迫っているので、気合入りまくってます。お、はい、全力で楽しむので、パフォーマンスで見せてください。ではでは、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、行けなかったとかじゃなくて、その間、バスツアーの間に、あの、アユ、ナノキュンのアユの生誕が、あの、姫キュンショップであったみたいで、ね、はい、みんななんか、なんていうの、メッセージカードとかを、やつもらったって。あ、言ってましたね。なんか、アユが、あの、楽屋で、いただいたプレゼントを広げて写真撮ってたっていうのを伊賀さんに、そう、聞きました。ずっと眺めてたって言ってました。幸せそうでした。開けんのやね、眺めるだけなんで、ね、言ってました。こんなにもらっとるみたいな。よかった。幸せだ。こちらもね、あげないからね、プレゼント。はい、じゃあ次のメール読みたいと思います。通りすがりさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。初詣ツアーお疲れ様でした。自分は参加できなかったのですが、いろんな方のブログなどを見てると思わず羨ましいと思っちゃいました。そこで旅行中の裏話やハプニングなどあれば教えてくださいということで、はい、ハプニング、ハプニング、どうやった？あ、ん？ハプニング、メイド服。ああ、あの、あれ、あれはなんかその夜のイベントの時に、そうそうそう、あのなんかデザートを運ぶんでね、運ぶので、あのキスケさんのポスターとかで着てる、うんうん、メイド服を持ってきてたんですけど、そう、私たちが私服だったのもあるんですけども、うん、色とかがね、そう、そう、青、水色とピンクだったから合わなくて、はい、あの、似合ったのが結局誰、エミナとあーちゃんとほのかなんですけど、なんか私たちなんか似合わない組って写真撮られるんですよ。そう、違う、なんかそれってすごいメイド服が似合わんみたいに言われるけど、服が合わなかったんです。そうそうそう、この場を借りて言いたいと思って。まあ似合っとる人はおるけど、ここにね、ここにおるけど、まあね、そう、すごい本物のメイドさんみたいだったっけ。そう、ウェーやった、めっちゃよかったよね、あれは。そう、なんか誰が変やったっけ、一番、変誰やろ、なんかめっちゃ、マイマイ、マイマイの、あ、マイユリンとかじゃない、あ、ま、あ、ユー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 、なんか、どんなんやったっけ、ピンクのシャツ、なんかブラウスみたいなのにピンクのメイド服、なんかちょっとね、まあね、まあこれは決して私たちが似合わないんじゃなくて、服が違ったということで、そうそうそう、服と服が合わなかったというハプニングがありました。そこのとこよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでリクエスト曲いきたいと思います。あの、私からのリクエストで、モーニング娘さんのシャボン玉です。
残念ながら生放送じゃなくなりました。ごめんなさい。はい、それでは私たちが CM に出演していますキスケからの案内です。キスケカラオケワウといえば世界一と言ってもいいぐらいのキスケオリジナルシグマシステム、ライブダムやハイパージョイ、ウガなど最新機種から、レーザーディスクなどを10機種から選曲できます。はい、60万曲以上が歌えます。すごい、ね、すごい。本人出演やアニソンも豊富です、はい、うん、はい、イエイ。そして私たち姫級の曲もワオの駅前店なら第一交渉のも大好評で、そうなんですよ。ちょっとここで紹介させていただきたいのが、はい、あの私のプロデュースしているお菓子なんですけど、デザートなんですけど、はい、ゴディバパフェって言って、うん、あのこういうね普通のパフェじゃないんですよ。チョコがいっぱい入ってて、そのチョコもベルギー産のチョコレートメーカーが作ったチョコレートキュールをね使用した大人な贅沢なパフェなので、ぜひ皆さん食べてみてください。はい、はい、カラオケするならキスケカラオケワオ駅前店、三番町アネックス今治店へぜひ来てくださいね。はい、続いてキスケボールでは中高生限定のメンバーズ会員がついに新登場。おー、ボーリングを1ゲーム以上プレイした方にスタンプを1個してくれます、うん、そのスタンプを2個集めると、うん、貸し靴無料券が1枚、5個なら2枚、おー、しかもその先10個なら500円の商品券、15個なら100円割引券が15枚、なんと20個なら500円の商品券が2枚。すごいですね。はい、ただしスタンプは1日1回だけです。まさしく、うん、私たち中高生にとっては嬉しい会員特典ですね。確かに、はい、入会時には学生書とか生徒手帳を持って行ってください。了解です。はい、また週末大好評のディスコボールでは女性のみのグループは貸し靴代が無料になって、光る指輪もプレゼント。光る指輪大好評、すごいね、うん、これは、まあ、女性だけで楽しみに行かなくちゃ。行けて行かなくちゃ。さすがキスケ、カラオケにボーリングにゲーム、温泉など四国最大級のアミューズメントパーク、キスケにみんな遊びに来てね。来てね、待ってるよ。では姫キュンフルーツ館の公演情報を紹介していきたいと思います。はい、まず1月28日土曜日、姫キュンフルーツ館愛媛マンダリンパイレーツ in 熊スキーランドということで、初めてね、雪の上で、すごい、やばいね、スキーランド。でもさ、雪が降ってすごい寒いけん、うん、あの衣装が大変よね。今必死に選ぶようになってる。そうね、そう、まあ、楽しみなんですけれど、はい、イベント自体の開始は10時からで、姫キュントークとライブの開始は1回目が11時から2回目が13時30分からです。はい、はい、でね、14時からは姫キュンフルーツ館愛媛マンダリンパイレーツによる豪華賞品が当たるじゃんけん大会ということで、皆さんね、じゃんけんしに来てね。はい、はい、そして20その日の夜28日土曜日、定期公演 6.1、寒中お見舞い申し上げます、スタンディングでゴー。はい、ということで松山サロンキティで会場18時、開演18時30分からあります。ね、あれ、はい、いつもあの5階だから座ってやることが多いけど、今回1階だね、でスタンディング定期公演でスタンディングって初めてね、すごい楽しみよね、うん、皆さんぜひ来てください。そして、はい、その次の日の1月29日日曜日は香川&愛媛ご当地アイドル共演ステージがイオンモール高松1階の C コートで行われます。イエーイ、はい、出演者は、私たち愛媛キュンフルーツ館と君ともキャンディーさんが出演します。はい、この日は2回あるんですけど、うん、1回目が12時から2回目が15時からです。はい、皆さんぜひね、買い物があるね、はい、よろしくお願いします。君ともさんは結構ねやらせてもらって、そうそう、2、3回はね、3回ぐらい、うん、一緒にやらせて、2回か、
ただいたよね。はい。そう、なんかすごい、私たち姫キュンの方が先にできたけど、うんうん、なんか君友さんをだからちょっと親みたいな目線で最初見るじゃないですか。なんか初め見た時は、うん、その時にだからね、あのその成長っぷりをすごい見てしまう、あのアイドルオタとしてあすごい上手くなっとるみたいな。あ、なるほどね。アイドルオタだね。アイドルオタとして見てしまう。さすが。まあ地方ね、アイドルとしてライバルとしてまあ、うん、いなきゃいけないんですけれども、ね、まあ姫キュンも頑張っていきたいと思います。はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。ではメール読んでいきたいと思います。はい、ラジオネームしんしんさんからです。さくちゃん、ほのたん、まいまい、こんばんは。こんばんは。1月14日15日の冬合宿バスツアーありがとうございました。今回の内容はいろいろなサプライズがあったり、姫キュンメンバーのみんながバスの中で盛り上げてくれたりと2日間ずっと楽しむことができました。ライブでは恋が止まらないで最後にタオルが飛んでくると予想してずっとさくちゃんのタオルに狙いを定めてました。お、そしてまるで狙ったかのように見事僕の真上に飛んできたので報告させていただきました。ありがとうございました。そのことです。そうなんです、私たち声が止まらないっていう曲で、あのタオルを使ってパフォーマンスするんですけれども、うん、でもあの、うん、最後にね曲の終わりにお客さんに向かってバーンってね自分で投げるよね、タオル投げるんやけど、そうそれがキャッチしてもらえたって嬉しいよね。ねえ、毎回ね、うん、投げるけん皆さん狙ってください。そう、おすすめのタオルを真上じゃない真上じゃない真上に構えてね、構えてね。でさっきさバスの話出たけど、そうね、バスいろいろゲームしたよね。ねえ、バスの中めっちゃ楽しかったよ。何のゲーム楽しかった？前はね、あのな新聞記者ゲームが楽しかったよね。めっちゃ楽しかったね。あれみんながね、最初にね発案というか持ってきてくれて、ね、紙もね、なんか夜鍋で切ってきたんよってでね、言ってくれたんよね。そう、うん、どんなゲームやったっけ。なんかバスがね、4席列になってるじゃないですか、うんうん、それでいつどこで誰が何をっていうのが、そう、ね、お題をそれぞれ列で決めて、ね、でそれぞれ書いてもらって集めて、あのくじみたいな感じで、なんていうの、一つずつ引、一つのあれを引いていって、あの組み合わせて文を作るみたいな感じで、そうすごかったよね。なんかいろいろ傑作できたんだけど、うん、ね、メモしてないけん忘れてしまったんやけど、なんか、ね、そう、なんか私がか、たくやさんにマイクのコードでキュンジにさせられるみたいなのがあった。やばい、マイクのコードでキュンジにってどうなんやね。マイクのコードでどういうテクニックを残したのかっていう。ちょっとね、想像したらいろいろ面白いことがあったよね。なんか、ね、あれ、地球が滅びる日に、エミナのベッドの上でエミナとあーちゃんが大合唱した。そう。いろいろ結構すごいのね。面白かった、ね、うん、こんなゲームもね、バスツアーやけんできたこと、ね、そうね、またさ、ね、ツアー今度春に東京に行って ね、そういうのも皆さん参加よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、終わりの方に近づいてきましたけれども、マイマイどうやった今日のラジオ。なんか久々の気がしてすっごい楽しかったんだけど、なんかちゃんと自分が喋れてたのかなと思って、もうなんか後から聞くのが楽しい、うん、やばい、地方のかめっちゃなんかテンパって動揺はしてないけど、テンパってから動揺はしてないけどテンパってね、テンパるって動揺せん一緒に、うん、両方か、うん、そっか、そ両方でかそうなって、なんかや最初の方やばかったよね、うんうん、ってもう確認しまくるよね、うん、ここ声ね、声ねやばい。まあちょっと初心に帰った的なところはありますね、うん、はい、はい、まあ私も今緊張してます、まだ、うん、まだ慣れないです、うん、ちょっとほっとりやさくちゃん、私すっごい若くなるんですよ、うん、なんかでも前々もなるね、ライブとかで、うん、見て
ほら、赤いでしょ。あ、耳がなる。うまい、耳とほっぺがなる。お腹も赤くなりたい。ちょっと、お腹はならないんですよ。お腹は、そう、あの、何なさすぎ、血の毛がなさすぎて。そう、よく言われるんです。なんか、いつも顔色悪いねってよく言われるんですけど、自分でそういうつもりはないんですけど。そうそう。まあね、つもりはないね。つもりはないね。つもりはないね。ほのかの、あの、寝起きの顔がもうやばい。怖い。そうそうそう、やめて。血の毛全くないね。そう。だけもなんか意味のところもチークしてチークしてって言うけどね、ちゃんとチークはしてください。はい、お願いします。はい、ということで今週もそろそろ終わりたいと思うんですが、はい、はい、まああの来週もよろしくお願いしますということで、はい、姫キュンフルーツ館でした。バイバーイ。バイバーイ。ああ、すいません。ということで最後に曲を紹介します。メキンフルーツ館でループ&ループです。どうぞ。昔に忘れた小さな君の宝物。